最初は何なの？字文字言うの？あ、普通にウエスト西大吾ですって。違う違う、しりとりの最初の。あ、最初しりとりのじゃあいやフリーでいきましょうか。最初だけ大吾さんじゃあ決めて。てか両まあいいや、やってみよう。やってみます？ウエスト。ちょっと高い。はい、どうぞ。ウエスト。皆さんこんにちは。今日はここウーズバラエティ杉原さんに来ています。はい。北海道神宮の近くなんですけどね。はい。入ったところにあって、僕も初めて来ました。あ、初めて来たんですね。今日はこれスーパーの前来たんですけど、まあ大吾さんも一人暮らしして、一人暮らしして長いっていうか、もうずっとプロ生活でずっと一人暮らしですよね。まあまあそうですね。うん、ほとんどまあ寮とか入ってたと思うんですけど、まあ結構料理とかもしてきたと思うんで。いやしてないですよ。してないんだ。はい。もう料理のちょっと腕前を見せてもらいたかった。してないんですよ。してないのかい。はい。一人暮らしずっと結構長いけど、ほとんど外食で過ごしたっていう。あら。どうなるんですかね、今日ね。でもまあたまにはちょっと自分でちゃんと作って、健康的にやってほしいんで、でまあちょっとまあただやっても面白くないんで、しりとりで食材をつないで料理作ったらどんなもんができるんだろうっていうのちょっと気になるので、例えば味噌そうめんで味噌そうめんとか。それ俺のやつ。そうでしたね。味噌ソーススイカとかそんな感じですね。味噌ソーススイカかまぼこ、それも美味しくないわ。美味しくないですもんね。だからそういうのをちょっと考えながら、でもそんな多くない方が多分美味しくなるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。最初の文字とか決めてもらった方がいいんじゃないですか。じゃあ逆にしりとりの「り」からにします。そうしましょうか。「り」帰ってそうですね、料理してもらって美味しいの作っていきましょう。よし、こんにちは。カゴいるかい？リですね。リコラ。リ、じゃあル。でも何作るか。すげののユニフォームなんだけど。あ、本当だ。あ、ビッグボスもある。来てんだな。普通のしりとりだとリだとリンゴしか思いつかないんですけど。思いつかないよ。うん。でもこうやって探しながらでいいってことでしょ。もちろんもちろん。温度。あれ？すぐあったよ。リーフレタス。おお。多いな。いや、いいじゃないですか。酢だ、次。スパイス。スパイス。あり。うわ、なしです。だってスパイス全部これ、だって。これ全部スパイスじゃないですか。うるせえ。食べ物って。うるせえじゃないんだよ。あ、お、なんだい。これで終わりじゃん。終わりでいいや。ちょっと。すりおろし。できた。野菜を感じるドレッシング。これドレッシングかけて終わりだから。ダメ。それはもうちょっとちゃんと。なんで？そうだってかけて終わりじゃないですか。まあだってルール何も言われてない。いやダメです。じゃこれ。とりあえずそれ買う？ぐ？まあぐかく。くでもいい。はい。くるみとか。あく。まあどうしようかな。ちょっとくるみいくわじゃあ。あ、とりあえずいきます。くるみね。はい。ミディトマト。おお。ミディトマト。これサラダですね。サラダだったらドレッシングかけたら全部美味しくなっちゃうんだよね。調理しない気だな。逆にこれは1個じゃもうサラダでいいんじゃないですか。何2品作らせようと。主菜2品作らせようとしてるこの人。あ、鶏胸ひき肉とか言ってみる。よっしゃ。じゃあ鶏ひき肉。とりあえずゲットしましたね。何に使おうかな。黒ニンニクでまた苦になっちゃう。グリーンアスパラ。お、いいねいいねいいの言ったね。苦の呪縛から逃れるんじゃないですか。じゃあそうしますね。ゲット。ラだ。次。ラ先輩いらっしゃいます。ブンブン。朝そっち。ラをとりあえずね。そうですね。ラー油。あとか。でもなんか使いづらそうじゃないですか。あでも。買ってみていい？あ、どうぞ。家にあんだけど。ラー油。はい、ラー油ゲット。これメニューがある程度固まった時からが難しいわ。ああ、なるほど。ゆりねってあります。はい。どういうやつなんですか？ゆりね知らない。どう思います？ゆりね知らない人間いるんですか？あります。すいません、ありがとうございます。ゆりね。ゆりね。おお、これ根っこ？ゆりの根じゃないですか。あ、ゆりの根。あ、なるほど。根だ。根でしょ。はい。根はネギ。お、きた。じゃあネギ。はい、ネギ。ぎだ。ぎかき。お、もうあれなんか調子出てきたぞ。まとまってきてる。わかんない。ここまで来てさ、何作るんだって。もう見てる人に気づいてる人いそうっすか。いるんじゃない？豚の皮って小麦粉なんだ。あ、なんかちょっと嫌そう。ょうがねえ。餃子の皮。餃子の皮ら。もういいかな。だいぶでも。あ、でも。わあ、いらんな。余計なものが足されていくっていう。これだったら、まあ、いけるそうじゃない。うん。それから。下味でいっちゃえばいいんだ。はい。わさびのお塩。いけるわ。お。お醤油。ダメでしょ。それよくしたら。はい。面白くないもん。そうですね。欧風だし。だし、これでも使えるね。え、マジっすか。違う。いっちゃう。違う。しりとりにいいよ。あ、なるほど。次醤油でしょ。あ、なるほど。醤油、醤油、醤油。はい。あとあります？まあ別にいいんだよな。うん。あとは俺の腕だけだ。そうですね。はい、帰ってきましたよ。どうですか、何を作るか分かりますか。この皮があんだから分かるでしょ。答えが、うん、ちなみに作り方知らないです。いいっすね。ブランディングもしてないんで、もう行き当たりばったりでやっていきましょう。じゃあ1品目からまずレタスを、うん、すごい。絶対ここめっちゃかぶってる。間に虫がいることありますからね。なるほど。あ、でもこれ全部は見れないんでもういいです。洗います。食べながらこういただく。ちょっと、これもしかして家庭菜園これから始めるみたいな。なんすか、花瓶みたいに。いや、置くとかなかったんだ。ちぎればいいんでしょうか。まあ大体予想ついてますけど、サラダですよね。だから、うん、料理というか、まあそうですね。そう、こうちぎってみたいな。で、周りがレタスだったからレタス。なかなかね。ね、生以外があんま想像できない。できないでしょ。苦手なんですけど、ダブさん苦手な食べ物とかあるんですか？俺よ。パクチー。パクチー。うん。皆さん送んないように。ほんのちょこっと入っただけでもうわかりますもんね。ダメ。うん。ちょっとでもダメですか？匂いというかなんか風味？うん。俺の包丁怖いって言うんじゃない？視聴者の。怪我したらちょっとこれオクラですからね。やりましょうね。やばいな。料理っていうかね。まあでも。あとまあくるみぐらいをね。くるみを巻きましょうか。じゃあサラダに。でかいっす。1個が。あ、ちょっと割るかも。あ、でもまあそういうことなのかな。よし。結構量あるかもね。これ大悟さん一人で。おサラダ。これでお腹いっぱいになっちゃう。でもこんくらい食えますよ。それマジっすか。よし。よし。1品目は皆さんこれ予想ついたでしょうね。2品目もついてるってか、これちょっと遊びを入れていかないとさ、シェフに時代語的にダメなのかな。なんか最低限しか買ってねえんだよ。ゆり根もちょっと入れときます。この粉々がゆり根なのかと思ってました。やばいでしょう。うちの D すごくない？すごい。なんか宇宙人みたいな形したそれ。ゴジラ対ゆり根みたいな敵キャラみたいな。食べれるんじゃない？なんか俺食えんだ。いや、ほんとそれっす。はい、いきます。あ、うん、あ、全然いけますわ。あ、でも、どっか入ってたら終わりですけど。生で食わないでくださいみたいな。そう、でも、それだけ的には葬式企画できちゃう。ダメ。なんか、ネトネトしてます。なんかあった。うまい。うん、ちょっとなんか味ある。芋っぽいね。あ、そう、ちょっとね、芋っぽいっす。サラダってやっぱなんか食感の違いが美味しいと思うけど。おー、なるほど。同じようなものばかりじゃなくて。茹でない。花びらみたいなね。はい。絶対これ買ってる。ゆり根はあれですからね。テリトリー使うために買いましたよね。うん。間のね、クッション的な感じで。じゃあこれドレッシングかけて。はい。まあ食べる前にかけましょうか。そうですね。じゃあ一回これ、一旦終わり。ちょっと2品目こんなに余ってるじゃないですか。餃子ですよね。餃子ですよね。つっちゃった。どう作るんだ餃子の中のやつって。生だよね。生なんですか。生だろ。あ、そうか、生で最後焼くのか。鶏だけなんで、はい、今日はヘルシーよ。これつなぎみたいの必要じゃなかったっけ。だからこれゆり根が使えるんじゃないか。芋っぽいし。僕あれハンバーグご飯入れてます。マジつなぎご飯だからお米ちょっと多めに炊いて。パン粉ですね。パン粉。なんかみじん切りってやり方わかんなくないですか。わかんない。ちっちゃいし、こいつが。違うけど、でもできてる。みんな音だけ聞いて。画面真っ暗で。できるキッチンの音するじゃん。ちょっとこれ大きめにして食感伸ばしてもいいんですけど、はい、もうちょっといきますか。シェフコートでしょ。言ってるでしょ。で、今のでも映像なかったら完璧ですね。映像ないですか。真っ暗。なるほど。二刀流ゾロっすね。なんだろう。よしよし、入れて、時間かかるよね。料理って世の中のお母さん毎日すごいよ、料理やってほんとすごい、スポーツやっていっぱい食べたのみんなすごい、サッカー選手やるよりよっぽどすごい。ああ、なるほど。ネギって上から開くの、これにくくない？下の方がなんかまとまってて、あるある、なんでだ、なんかちぎれじゃん。うん、ここでもう切っちゃうんですよ。いいんじゃないですか。いやでも、無駄遣いできないから、やっぱり使う分だけね、ザクッと切っちゃって。今あれなんかできそうでしょ、俺。うん、なんかなんて言うんだろう、方法は分かんないですけど、なんか形は綺麗ですね。そういうタイプよ、俺。はい。フォローとかもやんないけど、素振りさせたらみんないいね。ニラだよね。ああ、そうなんですね。ニンニク欲しかったね。ああ、使っていい？ナイス。絶対にダメっす。アスパラ甘っ。ああ、アスパラ。どっかに入れないと。野菜、サラダだな。うん、サラダね。なんでこれさ、くっつく麺とくっつく麺をやるの？これにくいじゃん。そう、よし、じゃあ。アスパラ入れたよと。あと残ってるのはもう醤油、ラー油、わさび塩、お麩だし、餃子の皮。もう包丁いらないっすね。うん、出た。わさび塩ね。したよ。下味つけますので。はい。あ、結構きます。結構辛いわ。あれ、欧風だしってなんすかね。ピラフ、ポトフ、カレー、ロールキャベツとか。絶対いい味だよ。うん、いや、いけるいける。醤油つけるから味なくてもいいんだよ。飲んでくよ。なんとなくやっぱ作り方知ってるもんですよ。これごめんね、楽しい感じにはなんないわ。これはうまいよ。うん、よし。なんか作りながら綺麗にしていきたい。ああ、素晴らしい。ね。ちゃんちゃんってつけて。うん。知ってるね。料理やんのかい？いや、やんないです。じゃあいきますよ。ほい。これはちょっと西大吾の餃子包みですよ、皆さん。こうやってやんだよって。何個くらいできるんですか？面倒くさいから多めでいこうか。皮だけやめちゃうの。こうつけて、はいはいはい、とりあえずこうちょっとはめるで、なんかこうずらすんだよね。おお、片方ずれればいいのか。あ、あら、いいじゃないですか。いい？いや、餃子っぽくないですか？ワンタンといえばワンタンだけど、餃子といえば餃子みたいな。うるせえ。よし、じゃあこんな感じで。おい、上手じゃん。美味しくないのできちゃったよみたいな感じのうち、ちょっと楽しみにしてたんですけど、これちょっとこれ美味しいかもしれないです。俺には無理だよ。でもできちゃうんだから。めちゃくちゃできる気がする。結構できるんじゃないですか、これ。これ皮は何枚入ってるんですか？20枚。20枚。20枚いく？手伝います？20枚。よし。よっしゃ。それもあれですね、要はアウトドア用具とか、スナピック。油いけるよね。サラダ油は家にない。ない。なんかでも良くないって聞いたこともあるよ。まだ水入れるから大丈夫か。え、やばい。もう焦げてるぞ。やばい。水いくわ。はい。おお、閉じ込めた。合ってんだから。いや、わかんない。火が強いんだ。もうちょっと水いきたいな。全部感覚でやってる。よしよし、ステイステイ。はい。あれ、いける？だいぶくっついてるぞ。やばい、破れてる。これないですね、ヘラヘラみたいな。ないんだ。水回して下にくぐらせる作戦ですね。いい。火は通ってますかね、さすがに。濃いよね。やっていくよ。やっちゃいますか。お見物ですよ。うん、いくよ。はい。よいしょ、あれ怖くないあ、来た来た来た全然うまくいかなかった。まあ予想してたけどね。なるほどですね。いや、こうパーッといきたかったですけど、まあしょうがないですね。うん、これも含めてしりとり料理っていうか、うん、そこ残ってる見てくる、これ丸裸開いてますね、これオープン餃子してますね、これうまみ全部逃げてますねはい、よし、じゃあ完成完成、よっしゃ。素晴らしい、素晴らしいのがちょっとこれからが本番ですよね。そうだね。はい、とりあえず料理名をじゃあ言っていただいていいですか。餃子とサラダ。はい、なんかないですかなんかないのみたいな。鳥餃子。ああ、鳥餃子。はい、鳥餃子ですね。うん、でこっちがいろいろサラダ。はい、いろんなサラダですね。じゃあどっちからいきましょうか。とりあえずあったかいうちに食いたい。じゃあ餃子。うん。お、どうすか。だしの味がすごい。マジっすか。じゃあ濃い。これ醤油いらない。ああ、結構だしがもう。しょっぱい。なるほど。味はどうですか。普通に美味しいですか。皮硬い。重なってるところが。はい。硬いね。形は上手にできたんですよね。うん。なんか味はね、うまい。うまい。豪華。素晴らしい。これ点数つけるとしたら何点ですか。これポロのうまいのが100点。なるほどですね。はい、20かバカ引くから。でもなんかね、癖になるの。いただきます。結構やっぱ鶏だからさっぱりですね。味違うよね。全然違うな。でもだしいい香りじゃないですか。うん、わさびわかんないですね。っていうかないですよね。あんなにちょっとペロッとなるとは辛そうでしたけど、ほぼだしに制覇されてしまった。でもなんか結構バカ食ってますね。なんか干してる。鶏肉の感じが美味しいですね。意外と。西大悟シェフデビュー料理。なかなかいい。それはだからポイントはゆり根を入れたってことですね。美味しいものっていうのはやっぱ多少検査があるよっていうこう。っていう言うんですか。いや。レタスだ。くるみ。何点でしょう。餃子20点。サラダは30点。今日はちょっと制限がある中で、料理したんで。あるようでなかったけどね、制限。ああ、大悟さんの中でですか。なるほど。結構もうベロベタじゃん。まあちょっとやっぱり間にこうゆり根だとかわさびだとかそういうの入れるけど、つなげられれば意外と。これゆり根のつなぎっていうのはどうだったんだろう。でもまとまってますもんね、肉としてね。なんとかこうしりとりでこう間に入っちゃうのはあるけど、でも大したものを選ばなければ意外といけちゃうっていう料理で。はい、説立証。わかりましたね。ちょっとまた料理系の企画をやりましょう。としたらで、今度はみんなで振る舞って大丈夫なんだねそんな感じですか、今日は。はい、じゃあありがとうございました。